上野村で起こった飛行機事故あるじゃん。オシタカの尾根のやつかい？そうそう。どんな事故だったん？日本航空123便墜落事故。ええー、500人以上の方が犠牲になったのか。そう、国内航空機史上最悪の墜落事故さ。なんという凄惨な事故なんだ。羽田空港を出て大阪に向かう途中で起きた悲しい事故。すごいルートだな。今ではいろんな情報が世に出てて、ボイスレコーダーの音声には命を懸けた戦いが記録されてる。マジか。なんとか乗客を救おうとしている機長さんたちの声は胸が締め付けられるよ。何が原因だった？結果的に機体の修理ミスが原因と推定されたけど、けどそれを含めいろんな原因説が流れてたりもする。決定的なものがない感じか。そして墜落現場となった御坂の尾根は登山道が整備されて慰霊碑もある。歩いて登れるようになってるのね。体力に自信のある人は行ってみてほしいな。人事じゃないというのを感じさせられる。ちょっと怖い気もするけど行ってみようかな。この事故以降国内の墜落事故は起きてないんだってさ。二度と起こさないという意識が空の安全につながってるのかもね。もうすぐ事故から38年になるけど風化させちゃいけないよね。よし、ちょっと明日行ってくる。この気持ち大切にしたい。あ、4月末まで閉鎖中ですよ。わはは、ギャフン。